なんでもアンサー。皆さんが、本当に何でもお悩みとか質問とか書いてくれたと思うんですけども、それを今からこのボックスに入ってるので聞きたいと思います。ちゃっちゃかいきますね。ちゃっちゃかいきますね。ペンネームドットさんから、寒い中やってきたファンのためにめちゃめちゃ可愛い一言。うわ出た、最初からきつ、こういうの苦手だって言ってんじゃん。可愛く呼びんだよね。みんな来てくれてありがとね、大好きだよ。はい次、はい、ペンネームまーちゃんコロコロさん、反抗期の頃のナッキーはかなりすごかったそうですね。反抗期がら抜け出すきっかけのようなことはありましたか？ちなみに今のお父さんの大好きなところを3つ教えてください。恥ずかしい。反抗期さっきも言ったけど、もう一緒の空間にいるってだけが嫌だったの。なんか洗濯物嫌とか、なんか口聞きたくない、そもそも一緒にいたくなかったの。そのくらいひどかったんですけど、抜け出すきっかけは、高校2年生、高校1年生の時ぐらいに、なんかちょっと、今まではお父さんが、なんかお仕事お国迎えとかしてくれてたんですけど、それがなくなって、お父さんとの時間は自分が作らないと作れなくなったのかなってなって、なんかそのお父さんのこと嫌いじゃなくなり、今お父さんの好きなところは、なんだろうな、でもとにかく優しいんですよ、うちのお父さん。優しいっていうか、なんていうの、もしね、さきがすごいわがままで、一回お買い物したいから一回お家出ると、だけど買い物を買いすぎて多くなっちゃったから一回取りに来てくれないみたいなことを休日とかの時言うと、お父さん取りに来てくれるんです。なんかもうそこまでしなくていいのにってぐらい優しいから、なんか私もその優しさ受け継がなきゃなって思うので、でも優しさ大好きですね、お父さん。あとは、本当に日頃は無口なんですけど、サッカーの話になると急に喋り出すところ好きです。あとお酒飲んで眠くなっちゃうところは可愛いなって思います。はいですね。続きまして、うわいっぱい言っちゃった、ペンネームてっぺいさん、今日も可愛いですか？続きまして、ありあり、ペンネーム奈良のタッキーさん、最近ブログでの自撮り写真が少ないのですが、どうしてですか？もっと載せてほしいです。なるほど。なんかさ、 iPhone6 にしたらめっちゃでかくて自撮りしにくいんですよね。っていう単純な理由です。ちゃんと、まあ、今日のは載せますね、自撮り。続きまして、ペンネームダイちゃん、21歳の私はここが輝いてるという自分の好きなところ、自慢したいところを3つ教えてください。わかんないよ、だってまだ今成り立てだから、ちょっとこれから見守ってて、うん、次。いつまでいいんだろう。あ、まだ平気か。ペンネームストロボスカヤヒさんから、後輩が苦手なことで有名なナッキーですが、仲良くなるためのここ一番の秘策はありますか？お菓子で釣る以外でお願いします。そうね、キッズの頃ね、メンバーに溶け込めなくてお菓子配ってたんです、私。それがコミュニケーションだったんですけど、今はあるよ、ダンスモード、ハロコンのダンスモードの方で結構激しいことをやってるんですけど、だからみんな体がしんどくなっちゃったりとかするんです。だから本番前に、いや大丈夫みたいな、体ついてきてるっていう会話はするようにしてます。共通の話題だから、それぐらいですね。あとはもう無理、マイとかさ、めっちゃ喋りかけるわけ、後輩に、なんだろう、マイ、このアーティストが好きなんだけど、好きだったよねみたいな感じで話しかける、いやいやいや話しかけられませんみたいな、あるよ。たまにさっきだって後輩がこことここで喋ってて、うわその話題めっちゃ入りたいとかあるけど話せないの、なんか恥ずかしくない？だから、続きまして、ペンネームモンジさんから、
ダイエット中の私に一言ください。頑張って。頑張ろう。そうだね。ダイエット大変だよね。本当に。頑張りましょう。続きまして、ペンネーム世界は狭いさんから、最近クッキングスクールの話をしてないですがどうしたんですか。あのね、終わったんです料理教室で、今はなんか自分でご飯作るぐらいしかしてないです。料理教室行ってよかったなと思うのは、お皿洗いが嫌いじゃなくなったの。なんか今まではね、料理作ってあの完成して流し場見たらすごいなんかいっぱい洗い物があったわけ。それ見て、うわ洗いたくないって思ったんですけど、料理教室って、あ、じゃあこれを煮てる間にこのお皿洗っちゃいましょうかとか言ってくれるんですよ。でそれで洗い物のタイミングを覚え、なんかね、今料理作るとき心がけてるのは、料理完成するときには洗い物も全部終わってるってことを心がけて料理してます。あんまできたことないんですけど。あ、終わっちゃった。はい、てな感じで皆さんご協力ありがとうございました。中島さん、はい、中島さん聞こえますか。はい、中島さんのお姉さまからコメントをもらってますので読みます。え、なんで。3年ほど前の誕生日プレゼントをお花にしたいと思ったのですが、さきは毎日水をあげられないと思いサボテンにしました。月日が経つとサボテンは緑から茶色となり、それでも枯れずに母が育てるようになり、少し緑色に戻ってきています。雨より。さあどういうことでしょう。ママ育ててんのサボテン。もう確かにキッチンに置いてあったサボテン、あのね、もう水あげられないもん。なんかね、理想はね、なんかベランダはすごい自分のお花育てたりトマト育ててますみたいな、すごい女子っぽいブログあげたいですよ私だって。できないんだもん。だからちょっとそこら辺は勘弁してください。もうサボテン枯らしちゃうから。サボテンごめんね。ママ育てよろしくお願いします。中島さん、中島さん、はい、聞こえますか。はい、聞こえます。お母様からクイズをいただいてます。何読みます。はい、さきの普段の行動で困っていることがあります。それは何でしょう。普段の行動で、あ、片付けられないところとか。なんだろう。心当たりないって一番やばいやつだよね。片付けられないところでしょ。あと、たまに遅刻するとき。声がでかい。ママがサスペンス見ようとしてるのに違う番組にしようとするところ。わかりません。マジで究極なんだけど。さっきの行動で困っていること。熱しやすく冷めやすいところ。正解は、さっきはコンタクトを使っていますが、そのコンタクトが意外な場所に落ちています。例えばキッチンや廊下、そして部屋の中のあちこちに、ベッドの枕元には数知れずなのです。コンタクトが乾燥すると硬くなり、踏んでしまうと痛いので、ゴミ箱に捨ててほしい。本当ごめんなさい。それだ。それと、はい、出かけた時、目的の場所がわからないとすぐに聞きに行っています。もう少し自分たちで探せばわかるなと思います。ああ、なるほどね。母より。ああ、ありがとうございます。ご注意ありがとうございます。あ、そうなの。コンタクトね、絶対どっかに置いてきちゃうんだよね。なんかさ、目パサパサしたな、外そうと思ってこうやってペッペッって外すから、そこら辺に置いてっちゃうの。ごめんね、ほんと捨てられない。ちゃんと捨てます。ね、寝るときも
あのゴミ箱、ベッドがあんじゃん。でゴミ箱がサイドテーブルの向こう側にあるわけよ。こっち寄せろよって話だと思うんですけど、だから絶対外したらここのテーブルに置いちゃうわけで、そのテーブルにはいっぱい物が置いてあるから、あのね、なんかスチーマーみたいなやつが置いてあるんですよ。丸いスチーマーが、でそこの下に土台があるんですけど、そのスチーマーの間っこにコンタクト挟んじゃう、なんか、ね、大変なの。たまにスチーマー持ち上げるとコンタクトがいっぱい置いてあるからあ、やばい、捨てないとと思ったりとかして、本当汚い人でごめんなさい。ちゃんと片付けられるように気をつけます。無理だね、私も無理だと思う、コンタクトは関しては。あと 何言われてました、なんかありますか。ないです。なんかさ、あれなんですよ、絶対なんかコメントお願いしますって言って、温かい言葉つけてくれる時もありますけど、絶対最後に私のこと落とすんです、うちの家族。絶対なんか一つ、なんか恥ずかしいですね。ちゃんと今日のコンタクトはちゃんとゴミ箱にしてます、それだけは約束できます。